頼んだぞ。俺や野中やシュウ、はぐれ鬼たちの今までの生を無意味なものにしないでくれ。ほら、ダメよ。そんな男の子みたいな格好しちゃ。ほら、見てちょうだい。この反物、月島爺様がお土産に持ってきてくれたのよ。でしょ？月島爺様って気難しそうに見えるけど、すごく優しい方なのよね。ねえ、せっかくだからお揃いの着物を仕立ててもらいましょうよ。そんなの平気よ。あなたのためだって言えば爺様も嫌だなんて言わないはずだわ。そうよね。あなたに私を、実の姉を殺せるはずがないわよね。危ない！相打ちか。まあ、はぐれ鬼の俺がここまでやれたんだ。上等だよな。
ここも随分寂しくなってしまったの。お主は次の痩せ姫となるつもりはないのか。そうか。もはや痩せ姫や十騎衆といった存在は必要ないのかもしれんの。自分や自分の一族だけが救われたい、危険から逃れたい、皆がそんな願いを抱くことなく互いに助け合えるようになれば、痩せ姫の存在など必要なくなるのかもしれん。そしてそれこそが真の平和なのかもしれんな。死なせてくれだと？お前は何を言っておるのだ。お前にはこれから救わねばならぬ一族の鬼たちがおるだろうが。お嬢、悲しいことは言うでない。残された者の辛さはお主が一番よく知っておるじゃろう。痩せ姫や千鬼丸がなそうと思っていたこと、お主に託したこと、それをよく考えるのじゃ。